賛美歌の464番。464番ですね。はい。すべてのものをば、そらずる神は、御国と正しき、求むる民の祈りをいかでか忘れたもべき。野の百合はいかにして育つかを思え。ソロモンの映画だにこの花にし飾りき、恵みに育つは恐しと闇へ、信じ続けつつ心安く、勤めよ焦らず任せよ見てみ。野の百合はいかにして育つかを思え。ソロモンの映画だにこの花にし飾りき、敵に攻められて悩む時にも、茨の内なる百合のごとくに、絶えなる匂いを振りまけよもに。野の百合はいかにして育つかを思え。ソロモンの映画だにこの花にし飾りき、したい祭る主は百合に囲まれ、羊の群れをば養いませば、そこにもここにも咲かせよ花を。野の百合はいかにして育つかを思え。ソロモンの映画だにこの花にし飾りき。これインマネル賛美歌の464番で、中田宇郷さんの作詞作曲なんですね。どこたついてる中田宇郷さんね。中田宇郷さんね。野の百合はだから画家なんかちょこっと入ってますよね、感じとしてね。聖書よく知ってたら楽しい歌ですね。ヘブル人への手紙の第11章。ヘブル人への手紙の第11章で、今日も柳原忠夫先生の子供たちに話した、聖書物語ですね。その中から、ヘブル人の11章の、438ページ。それではヘブル書の11章の13節から19節を読みましょう。ヘブル11の13から19。はい。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、希留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、
自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは語りです。ここはね、アブラハムとイサクの物語っていうのは旧約聖書トーラーを、新約の光の中でヘブル人の手紙の著者がそこに書いてあることの正体はこれなんだということですね。それが新約聖書に語られているということですね。さて今日はあの柳原先生のお話、子どもたちに向かって今から50年以上ぐらい前ですかね、ラザロの復活というテーマですね。この前はクリスマスの話ここでしませんけど、それからあのアブラハムが子供の一人息子イサクを捧げたお話、これはここで先週この中からさせていただいた。アブラハムは年を取っても子供ができなかったけど、やっと子供ができた。イサクという名前をつけた。このイサクからたくさんの子供が生まれるという約束だったのに、神様がそのイサクを神様に捧げなさいと言われた。それでアブラハムはイサクに薪を背負わせてモリアという山に登っていった。でその時に読みましたね、新約聖書のヘブル人の手紙で、さっき読んだとこですよ。信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げた。すなわち約束を受けていた彼がその一人子を捧げたのである。この子についてはイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。彼は神が死人の中から人をよみがえらせる力があると信じていたのである。だから彼はいわばイサクを生き返して渡されたわけである。神様は死んだ人をも生き返らせる力がある。アブラハムはそう信じた。そうでなければ困るだろう。イサクという子供ができて、その子供からたくさんの子孫が出る約束であったのに、そのイサクを捧げなさいと言われて、アブラハムはどうしたらいいかわからなかった。けれども神様は死んだ人でも生き返らせる力があると信じておっしゃった通りにお捧げした。そうしたら神様はお前の信仰は立派だとイサクを返してくださった。今日はね、イエス様のお話をしよう。アブラハムというのは大事な人なのよ。聖書のマタイ伝の最初を見るとちゃんと書いてある。マタイ伝の一章一節に、アブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図とあるでしょ。アブラハムがイエス様のご先祖であるわけだ。そのイエス様が死んだ人を生き返らせたお話しようね。それは新約聖書のヨハネ伝というところにありますから、家に帰ったら読んでみてください。ヨハネ伝の11章というところです。さて一人の病人がいた。ラザロといい、マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの人であった、ね、マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの人であったラザロ、その人が一人の病人、ベタニアという村があったんですよ。イエス様がお生まれになったユダヤの国の都はエルサレム。そのエルサレムに近いところにベタニアという村があった。
このベタニアの村にイエス様のごく親しい人、ね、友達が住んでた。それは3人兄弟のうちで、3人兄弟のおうちで、お父さんもお母さんももう亡くなっていた。ね、柳原先生が話した時代って子供たちも両親、また親御さんどっちが亡くなってる人、たくさん、そういう時代ですよね。人間の寿命がもっと短かった。一等上のお姉さんがマルタ、妹はマリア、それから弟はラザロといった。その3人で、兄弟で住んでいた。マルタは一番上のお姉さんだから、お母さん代わりにお家の仕事をしていたわけですね。イエス様はその3人兄弟をとても可愛がった。とてもいい子供たちだったんですね。そうですね。ラザロとマルタとマリアの親のことって全然出てこないね。書いてないんだけど、柳原先生の解釈としては、この3人兄弟の親御さんはもう亡くなってたんでしょうね。っていう、そういう解釈ですよね。うん。さて、ある時イエス様はエルサレムにおいでになって、ベタニアの村へいらっしゃった。そしてマルタのお家においでになったから、さあ、先生がいらっしゃったと喜んで大騒ぎになった。マルタお姉さんはまあお母さん代わりだろ。で、台所で一生懸命ごちそうを作った。どんなごちそうを作った？君だったら何作ってもらいたい？あんまりたくさんありすぎて考えてるね。先生なら天ぷらだね。マルタさんは天ぷらなんか作らなかった。マルタさんは一生懸命、そうだな、すき焼きを作った。焼肉も作ったかもしれないね、羊の皮で。それからスープも作ったかもしれない。これ天ぷら、柳原先生天ぷら好きなんですね。私筆おばさんがあそこの飯塚の家に住んでる一番最後の時に訪問していって、その次に会った時はもうプレズランドだったんですけど、最後にあそこの飯塚の家に行った時に、もう何でもミチャルちゃんが食べたいものを言ってください。もう私は何でも作ってあげるからって料理が自慢のことを、私その時天ぷらって言ったらもう新聞紙ね、大きく広げたやつ4枚分ぐらいにザーッとこうお芋の天ぷらとかレンコンの天ぷらとかシソの天ぷらとかですね、得意な腕で天ぷらをたくさん作って、くださったということね。その筆おばさんは、まあ、柳原先生のまあ末席の弟子であったと連なっていたということをですね、思い出すわけですけども、このマルタさんはイエス様いらっしゃったっていうので一生懸命料理してですね、柳原先生の想像ではすき焼きを作って焼肉も羊肉の焼肉も作ったんじゃないか、スープも作ったんじゃないか、サラダだって作ったかもしれない。大変忙しい、バタ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 、あ、サラダオイルはどこ？方々を探してる。だから柳原先生の家庭とか身近でもこういう光景があったのかもしれないですね。あの長谷川町子さんがサザエさん書いて、で柳原忠夫っていう本を東京大学出版部、東京大学出版会か、とにかく柳原忠夫っていう本を、の表紙がその長谷川町子さん、サザエさんを書いた長谷川町子さんが書いた柳原先生の漫画っていうのは、持ってきたらよかったですね。歩いてらっしゃるところで下駄を履いてらっしゃって、で小脇に大きな聖書を抱えて非常に謹厳な顔をしてスーツを着てですね、ネクタイをピシッと締めて、これからお家から聖書研究会ね、皆さんが待ってるところへね、聖書、大きな聖書、十字架の印をついた聖書を持って下駄履きでカランコロンと禁煙な表情の柳原先生が歩いてる長谷川町子さんの描いた絵を使ってるわけですけど、そのまあそういう界隈でね先生来てくれたから何作ろうか、天ぷらにしようか、すき焼きにしようかね、焼肉にしようか、そういう光景がまああったんじゃないかな、彷彿とさせるようなね、で一生懸命バタバタしてる人の中にまあ筆おばさんがいたりとか、そういう私たちは信仰の伝えられ方をしてるっていうことをね、忘れてはいけないと思いますね。パン粉はどこ、どこへしまったかしら、あっちへ行ったりこっちへ行ったり。マリアという妹は年も小さいし気性の静かな人だったから、イエス様の足元に座ってお話を聞いていた。
それで台所のお手伝いをしなかった。ラザロという少年は、さあ、どうしていたのか。きっと遊びに行っていたのであろう。それで、マルタお姉さんはあんまり忙しくて、ふうふう言いながらイエス様のところへ来て、イエス様、イエス様、先生、私こんなに忙しいの。少しマリアにもお手伝いするように言ってください。と、文句を言ったわけですね。するとイエス様は、いや、あのね、マリアは今ちょうど大切な神様のお話を聞いてるんだから、ちょっとお手伝いに行くわけにはいかんよ。マルタ、あなたは忙しくてバタバタしてるけれどもね、そんなにたくさんご馳走しなくてもいいんだよ。あなたも早く台所の仕事に型をつけて、ここに来て一緒にお話を聞きなさい。その方がいい。と、イエス様おっしゃったんだって。本当にそうだ。イエス様のお腹、そんなにたくさん入らない。少し作ればそれでいいんだから、そんなにバタバタしないで、一緒に座ってお話を聞く方がいいでしょ。さあ、面白い、大事なお話でしょ。イエス様の一番お喜びになることは何かというと、神様のお話をよく聞いて、神様を信ずる子供になることでしょ。それが一番嬉しいの。ごちそうをね、イエス様のために作っても、神様のことを勉強していい人にならなければダメだね。そこで君たちも聖書の勉強をして神様のことを勉強すること。それが一番大切な勉強なんだよ。ね、戦後の日本社会の礎を作っていくのに東京大学の教養学部、を作った人、またそれについて東京大学の総長をやった人の言葉ですね。それが一番大切な勉強、聖書の勉強をして神様のことを勉強すること。僕、忙しいから聖書学校なんて行かないなんて言ったらダメだよ。ね、聖書学校へ行ってイエス様のお話を聞くのが一番いいことになる。忙しいのもほどほどにしなさい。ご飯もそりゃ食べなければならないけれども、ご飯のことにそんなに夢中になって、で神様のことを勉強するのを怠けてはいけない。柳原先生のことは説得力がありますよね。神様のことを勉強するのを怠けてはいけない。ところでその後で弟のラザロ少年がこの後の日のことだけど病気になった。イエス様はその時ベタニアからかなり離れたところに行って神様のお話をしていた。するとラザロが病気になった。それでマルタとマリアの二人の姉さんは村の人に頼んでイエス様のところへ、先生、ラザロが病気になりました。早く来てくださいと言いにやったのね。先生にすぐ来ていただいて病気を治してもらおうと思った。そしたらイエス様は、今神様の御用で忙しい。村の人に神様のお話をしているところだから今すぐはいけない。何、大丈夫。死にはしない。だから心配しないで待っていなさい。ここの御用が済んでから行きます。とおっしゃった。そしてね、それからもう2日間、イエス様はそこでお話をなさって、それからまた2日歩いてベタニアの村においでになった。するとその間にラザロは死んでしまった。それでみんな悲しんでわーわー泣いている。イエス様がベタニアにおいでになったという知らせがあったので、一番上のお姉さんのマルタは外に飛び出した。そしてイエス様のところへ来て、大きな声でわーわー泣いた。ああ、イエス様、先生、ラザロは死んじゃった。死にました。先生はここにいてくださったら死なずに済んだのに、と泣いた。イエス様はね、まあ、泣かなくていいよ。行きましょう。それからね、お家に来た。妹のマリアは静かな子供だからお家に座っていた。イエス様がおいでになるとマリアも、ああ、先生、ラザロは死にました。先生がここにいてくださったら死なないで済んだでしょうに、と言って泣いた。それでね、イエス様は、泣かなくてもいいよ。どこに葬ったのか。お墓に葬りました。それからイエス様も悲しくおなりになってお泣きになった。イエス様の涙がポロリ。ほろりと出た。みんなは、ああ、イエス様はずいぶんこのラザロをかわいがっていらしたんだなと思った。お墓というのはね、当時のパレスチナ地方ですね、洞穴なのよ。岩を切って、
下に洞穴ができるでしょう。だんだんをずっと降りていくと墓がある。そういうところに死んだ人を入れて上に石の蓋をしておく。先生はね、本当にそのラザロの村に行ったんですよ。ラザロを葬ったお墓、ここがそのお墓ですというところに行ったのよ。そこの入り口へイエス様がおいでになった。蓋の石をどけなさい。ミナが石の蓋をどけた。イエス様は下に向かって、ラザロ、ラザロ、出てきなさいと言った。大きな声で。そうしたらばラザロが包帯のままですーっと出てきた。ユダヤの昔の習慣では死んだ人に包帯を巻くようにぐる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 切れで巻いて、それから葬ったのよ。足の先までぐるぐる巻きにして。ですからラザロは包帯のままですーっと出てきたのね。生き返ったのよ。それでみんなびっくりした。ああ、イエス様というのは力のある方だ。死んだ人に生き返る。こう言って驚いたのね。これ東大の総長をやった人が話してるわけですね。統一教会の話とは全然違うということですね。統一教会というのはイエスは十字架にかかって失敗した、ね、死んじゃってやろうとしたことを全部お釈迦になった、全然ダメだ、だから文鮮明がやり直してるんだ。全くそれと360度逆ですよね。360度120度180度ね。イエス様は十字架にかけられたけど、蘇った。これが本当の信仰ですよ。柳原先生の信仰はそういう信仰。これが世界中で信じられている本物の神の信仰ですね。キリストの信仰ですね。それでみんなびっくりした。ああ、イエス様というのは力のある方だ。死んだ人でも生き返る。こう言って驚いたのね。イエス様はちゃんとご自分でおっしゃってる。さっき言ったヨハネによる福音書の11章25節。イエスは彼女に言われた。彼女というのはマルタですよ。私はよみがえりであり、命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。マルタはイエスに言った。主よ、信じます。あなたがこのように来たるべきキリスト、神の御子であると信じております。よみがえりというのはね、生き返る、復活ということなんですね。私はよみがえりであり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。こうおっしゃった。ちょうどアブラハムのお話と同じでしょ。アブラハムは神様にイサクを捧げなさいと言われた。困ったなぁと思ったけれども、神様がおっしゃったのだから、そのお言葉に従って大切な大切な一人息子を捧げたでしょ。神様は死んだ人の中から生かしてくださる、返してくださると信じたから思い切って捧げた。イエス様は、私はよみがえりであり命ですから、私を信じる者は死んでも生きるとおっしゃった。死んでも生きるなんていうことはめったにないことでしょ。でもね、イエス様を信じている人は死んでも生きる。その次の12節を読みますと面白いことが書いてありますよ。杉越の祭りの6日前にイエスはベタニアに行かれた。ね、マルタ、マリアの村、ベタニアの村にイエス様が行かれたわけだ。そこはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいたところであるね。ベタニアに行かれたそこはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいたところであるね。ラザロは前に生き返ったわけでしょう。イエスのためにそこで夕食の用意がされ、マルタは給仕をしていた。イエスと一緒に食卓についていた者のうちにラザロも加わっていた。ああ、そうなんですね。その時マリアは高価で純粋なナルドの香油一斤を持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪の毛でそれを拭いた。すると香油の香りが家にいっぱいになった。ここに書いてあるように、ベタニアの村にまたイエス様がおいでになった時、みなと一緒に晩のご飯をお上がりになったのね。お姉さんのマルタさんが給仕をしている。
そしてお客さんと一緒にラザロ少年もごちそうを食べていた。生き返ったからね、元気になったわけだ。そしたらね、小さいお姉さんのマリアさんが、匂い油、良い香りのする油、ね、香油の入った瓶を持ってきた。ね、香油って知ってるかな？天ぷら油とはわけが違うんだ。頭に塗るための油。それはいい香りのする香水のようなもので、とてもいい香りで気持ちが良くなる。それでマリアは香油の入ってる瓶を持ってきた。一斤ってどれぐらいなんですかね。これぐらいですかね。花を生ける、家の中で花を生ける花瓶程度の大きさあるでしょうか。そこに並々と香油が入ってる、もうその状況をね、想像してみるべきだと思いますけど、高いんですよね。別の話で、別の方がイエス様に香油をお捧げした、その時に何百万円っていうね、今の日本の貨幣価値に直したら、値何百万円というような香油ですね。こんな小さな入れ物に、小さいっていうのも香油に対して大きなようですね。そういう香油の瓶を持ってきて、マリアは香油の入ってる瓶を持っていた。大抵ね、香油は大変大切ですから、ブラシの先にちょっとつけて、少し塗るわけですね。ブラシの先にちょっとつけて、ピッと、もうそれで十分っていうかね。マリアは瓶の口を割って、いっぱい入ってる油をジャーッとイエス様にかけてしまった。イエス様の頭から足まで香油をかけちゃった。すごくいい匂いがした。それからイエス様の足まで塗って、マリアは自分の髪の毛で拭いた。ハンカチなんかではね、間に合わないから。そうしたらイスカリオテのユダという悪い弟子が、もったいないことをすると言って睨んだ。あんなに香りのいい油、あれを売ったら大した金になる。もったいないことをすると言ったんだ。イエス様は、ユダ、そんなに睨んだりするな。このマリアという女はね、私のために油を取っておいたのだ。とおっしゃった。ヨハネの12章7節にあるよ。イエスは言われた。この女のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人たちはいつもあなた方と共にいるが、私はいつも共にいるわけではない。葬りの日というのはお葬式でしょ？ね、それでイエス様が近いうちに死ぬことをイエス様ご自分が知ってらっしゃった。そのイエス様がお死にになると、体にね、油を、香油を塗るわけですよ。香油を塗り込んで、包帯で巻く。で、そのために、マリアはあらかじめ前もって香油を塗ってくれた。私がもうこの世を去ることをちゃんと予感している。知っているのだよ。と、イエス様はおっしゃった。ね、という柳原先生のお話ですね。そしてこんな風にマルタ、マリア、ラザロという三人兄弟のお家があって、イエス様はこの三人を可愛がった。三人兄弟とも一生懸命イエス様にお仕えしたのね。だからイエス様は死んだラザロを生き返らせて、イエス様を信じる者は死んだ人でも生き返るということを教えてくださったね。そんな力がイエス様には終わりになる。そんな力がイエス様には終わりになる。その次はイエス様ご自身が死んで蘇ったお話をしますよ。そしてその次には僕たちが死んで生き返る、蘇らせていただく話をしようね。今日の話はここまでということですね。